こんにちは。うつ主カエル枕代理のゆっくりパチュリーです。前回ホリデー快速で起きたままでやってきたおまんじゅうたち。今回は東京アドベンチャーラインとも呼ばれる青梅までの区間を見ていきます。全面展望にてじっくりネットにお送りいたします。それではそろそろ参りましょう。ゆっくりしていってね。キラリと輝く一輪のまんじゅしゃでゆっくり霊夢です。彼岸花は有毒だぞゆっくりマリサだぜ。多分3回にわたって東京まで全面展望をお送りするわ。 JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は青梅線青梅行きです。次は白丸白丸、お電池は右側です。白丸駅までの工程の半分以上はこの川トンネルが閉めてるわ。青梅までこのまま長いと40キロ以上になるな。ところどころで奥田にある加速装置を起動させるわよ。4倍速にしたね。なお川トンネルは全長 1270m で青梅線の中では最長のトンネルね。今度は青梅新幹線でも作るんかい。まずは白丸駅ね。ここは両サイドがトンネルなんだよな。Please watch your step when you leave the train. Please push the button beside the door to get off the train. 次のトンネルの入り口がもう手ぐすね引いて待ってるわ。The doors on the left side will open. まだまだ山ん中だからトンネルだらけなので、仕方ないわね。青梅リニア発動。青梅線の走行速度4倍にしてもリニアより遅いぞ。ここ鳩の巣は4両編成までしか対応できんぞ。今見た通り後ろにも踏切あるし前方にも踏切あるから延伸できないけど。しかし正直全面展望だと多摩川とか見えんぞ。正直そんなに見えないけどね。奥多摩大橋撮影してもいいやってなってたわね。お電池は左側です。アドベンチャーだな。青梅線はでっかい宝島だったのね。前回も触れたけど東京都内最北端の駅コリよ。中線なんてあったんだな。車両の誘致に使用されてるわ。ここで対抗待ちなのぜ。やってくるのは同じ顔だけどね。奥多摩から青梅までは同じ顔しかいないのぜ。
青梅から先は平日ならぼったくりがいるわね。青梅の次の東青梅から伏線区間だからまあそこは関係ないかな。青梅から奥多摩までの住民は一生この顔しか見ることがないのね。別に青梅から東に出れないわけじゃないだろうが。立川で E353 にてなんでドアが4ドアじゃないんだ？って暴れない？お前は奥多摩をなんだと思ってるんだ。The next station is Kawaii, JC70. The doors on the left side will open. わかるけどこの線から見た毛の間は特にくねくねしてるように見えると玉川さんの流れには逆らえないしね。カーブの先にまたカーブなので、これからは何もないことを願うばかりなのぜ。森林のバージンロードを進んでる感じだな。うまいこと言ったつもりになってないかしら。まあバージンロードとやらの先には何もないけどね。確かにな。東京までは2回乗り換えてるけどそこはカットするけどね。そんなわけでこんなチャカチャカしてんじゃねえという方は完全版をお持ちください。通常の走行日の月曜金土に走行するかは未定です。初戦を負けがちな。三宅駅のホームが見えてきたわよ。青梅までは約半分といったところかな。いつものがこちらを待っててくれてるわね。はいはい、お疲れ様です。三宅は三宅さんや武蔵三宅神社の玄関口ね。山だけは三宅って書くんだな。地名は三宅よ。三宅さんや武蔵三宅神社へは駅からバスに乗って滝本駅に向かって、京王グループ傘下の三宅登山鉄道のケーブルカーを利用する必要があるわ。ウィキ先生によると三宅汁なんてご当地グルメを開発したらしいのぜ。三宅汁は味噌汁に地酒沢の井の酒粕を加えたものよ。The doors on the right side will open. 三宅流の話で地酒沢の井の酒粕がうんぬんと出たけど、沢の
を醸造してる小沢酒造さんの最寄り駅が次の沢井になるわ。れっとした東京都が誇る地酒なのぜ。早く行きたいのでワープよワープ。いや別に途中下車しねえぞ。部屋の空き分だけでも、ね、醸造の過程で糖に酵母を加えてアルコールにするわけだが、その際に乳酸がいるのぜ。ほとんどの場合人工乳酸をぶち込むんだけど、ここの小沢酒造さんの場合、一部の銘柄は伝統的な木元作りで醸造されてるのよ。天然の乳酸菌から生成される乳酸を使用するんだよな。小沢酒造さんは沢井駅のすぐ近くにあるから訪問するにも楽だけど、自分訪問は用事前予約だから注意するので、動画を抜きにして一度訪問してみたいわね。だんだ。以前は一面二線だったように見えるな。つい最近までそうだったんだけど撤去されちゃったわ。そういや沢井駅のホームの片側フェンスがあったのぜ。次は生田端、生田端、お出口は右側です。 The next station is 生田端 JC67. The doors on the right side will open。次は生田端だっけ。なんでそんな名前なんだろ。戦国時代この辺りに三田氏という黒人がいたんだけど、三田氏も含めた黒人は状況によってコロコロ立場を変えていたわ。長岡家虎ことの地の上杉謙信が御北条氏の小田原城に向かって百歩すると、黒人たちは一斉に長尾方に着くのよね。影虎が越後に帰るとまた御北条に尻尾を振るわけか。ただある時三田氏はそのまま御北条相手に牙を抜いていたのよね。やい、御北条の引き抜けたれい。長尾相手に何にもできないじゃんか。時は1563年、三田氏は戦場へ本島の唐海城に兵を集め、城の前の玉川に防衛線を引いたわ。御北条も八王子方面から進軍し玉川を渡ってくるの。唐海の戦いね。確かに三田はボコボコにされたんだな。その戦いが戦場の名前の由来になっているようね。まさに地名に歴史ありだな。ちなみにね、戦場駅の近くには鎧塚なんてあったりするのよ。合戦の戦死者が身につけていた武具や鎧を埋めて供養した塚なのよ。くれぐれも余興で夜に行ったりしないようにね。そう言ってる間に戦場に到着したので、読んでけなくてよかったわね。右側です。なんだかやらしい響きが聞こえてきたけど気のせいかしら。何を想像したんだろう。The door on the right side will open。 このチャンネルは視聴者様はほとんどうつむ人同世代だけどキッズも見てるからそんなこと言っちゃいけません。あら、余計にいかがわしく聞こえちゃうじゃない。ムーアリエスのゴールドチェーンとは関係ないじゃない。それはムーだ。それはそうと今ゴールドチェーンとってタイプしたら一発でゴールドチェーンとって変換できたわ。うつむしと違って優秀なパソコンねえ。普段からそんなもんばっかテキスト落ち込んでるからだろ。それはさておきだいぶ降りてきたからもうトンネルもないわねえ。右側には住宅も増えてきたので。もうたまたおのホームが見えてきたので。いやん、それはもういい。というだけあって線路も二股に分かれているわね。ここで防線駅だったら二股じゃないものね。正直どうでもいいので。まあ私は二股なんてかけられたら二丁目に持ってあげるから。どこの二丁目とか聞かない方がいいんだろうな。ここでも対向待ちがあるのぜ。やってくるのも当然同じ顔。今から4両で玉の山中を登ってくんだな。次は石神前、石神前、お出口は右側です。 The next station is 石神前、 JC65. The doors on the right side will open。ようやくここまで戻ってきたのねえ。なんか面白い話あるのぜ。駅の近くにブリヂストンの保養所ブリヂストン奥多摩園があるけど、
かつては青梅鉄道楽楽園という遊園地だったわ。青梅鉄道が御嶽の開発に夢中になった段階で閉園したんだけど、その後跡地はいろいろな人手に渡ったけど、1960年代にブリヂストンが保養施設として整備したのよ。で、ウィキ先生に会ったんだろ。はい。新幹線発動で一気に石神間駅よ。さっき話した楽楽園にちなんで楽楽園前停留所として開業したけど、その後三田村駅に改称したものの、都心部の三田と間違えられることもあって今の駅名になったわよ。次は日向川だ。日向川だ。The next station is Hinatawada, JC64. The doors on the right side will open.お次は日向和か。青梅も近いのにまだまだこんな感じだな。まあ過去に見た通り、青梅を境にしてガラッと車窓が変わるからね。そういや日向和は吉野梅坊の最寄りだったな。まあ梅の季節じゃないけどな。梅祭りの際にはホリデー快速も臨時停車するとかしないとか。ただ2009年にプラムボックスウイルスの感染が確認されて、結局2014年には全ての梅の木が伐採されちゃったわ。え？じゃあ今はどうなってんだ。自治体や関連企業の努力が実って、2016年に農林水産省から再植栽を認められて、以後は回復しつつあるそうよ。それは良かったので、その日またはダメとかほど到着するので、The next station is Olmen Terminal, JC62. The doors on the right side will open. Please change your for the Olmen Line 4, Haijima and Tachikawa. Thank you for traveling with us and we look forward to serving you again. Tachikawa 駅は降りました。案内遅かったように見えたな。立川行きは降りました。ホームで止まったのは何だったのかしら。到着直前にまた何かしら案内あるだろ。失礼いたしました。ホームへの降り口。
ギリね。まあ一部4倍速だったが雰囲気は伝わったよな。多分次回以降も倍速を交えながら東京を目指していこうと思うわよ。その後にゃ倍速なしの実況なしバージョンな。立川駅は降りましたホーム向かい側2番線から10時12分です。長いだけの動画になるし実況もないから何度も言う通り普段のタスクからは外して投稿する予定よ。まあいいんじゃね。立川行きは反対側のホームでいいみたいね。まあそりゃ一面二線だしな。今回の動画は以上となります。東京アドベンチャーラインの全面展望はいかがだったでしょうか。まあ一部は4倍速にしたわけですが、動画内でも触れた通り東京までの等倍速バージョンはいずれ投稿いたします。実況はしないで垂れ流す予定ですが、チャンネル登録の方も良ければお願いしますね。それでは次回都会な青梅線で会いましょう。ご視聴ありがとうございました。